世界中の人々を笑顔に、スマイル社長こと重松です。本日も仕事の授業始まりました。本日の先生は株式会社シグマの大橋くんにお越しいただきました。じゃあまず最初の質問なんですけれども、お勤め先の概要から教えてください。株式会社シグマ平和橋自動車教習所です。全免許がですね、都内で唯一取得できる教習所となっております。そちらで教習指導員、そして技能検定員の方をね、務めております。入社して今年16年目ですね。16年間はずっと教官としてやられてるんですか？そうですね、入社して1年半ぐらいですかね、送迎バスの方を運転してまして、その後教習指導員という資格を取って、そこからはずっと教習指導員、そして技能検定員をやっております。役職としてはどんな感じになるんですか？役職は平ですなんかそういうのはじゃあ特に役職としてはなくて、そうですね、まあ教官みたいな形でやってますね。じゃあ次の質問なんですけれども、主な業務内容を教えてもらっていいですか？弊社はですね、自動車教習所、そしてですね、東京クレーン学校という2つのものを運営しておりまして、私は主に自動車教習所の方で教習指導、あとは学科の方ですね、あとは各種講習と企業研修とか、そういったのをね、業務としては普段やっております。じゃあ次の質問なんですけれども、出勤日の1日の流れってどんな感じですか？まず朝だいたい6時半ぐらいに起床、その後だいたい7時半ぐらいに会社に着いて、で、車両の点検と清掃、そして8時ぐらいから業務開始して、本当1日ね、教習をする日もあれば、技能検定、あとはさっき言った各種講習をやるかなという形で、一応うち定時が17時か、なので教習だと1次元50分なので8次元教習して、予定なければその後一応営業時間があと2次元あるので残業していくっていう形かな。あとは8時ぐらいに自宅に帰って、その後家族団らん、23時ぐらいに就寝っていう形かなっていうところですね。結構なんかスケジュールでいうとタイトだよね。結構ね、もう50分終わったらすぐ次の準備してすぐ開始みたいな、結構常に移動しながらもう時計見て、あ、やばい行くぞかなきゃみたいな、時間にこんなに追われるんだななるほどなるほど学科をやったりとか実技をやったりっていうのが一コマずつ交互に来るみたいなこともあるの？それもあるし、あとはもう午前中全部学科とか、午前中全部検定とか、そんな感じで動くことが多いかな。なるほど、じゃあ次の質問なんですけれども、今の仕事に就く前のイメージと実際に就いてからの実態とのギャップって何かありましたか？結構ギャップっていうのがかなり公安委員会から指定されてるところなので、制約がすごい。例えば急にトイレ行きたくなったとかしても、1次元がその50分って決まりがあるので、途中トイレ行っちゃったらその時間もう無効だよってなっちゃうんで、あとやっぱ使う車なんかもね、長さが 4.4 メーター以上だよとか、車に対しても決まりが結構あったりしてるかなっていうのがあって、すごいその辺はちょっとね、しっかり決まってるものって多いんだなっていうのがありましたね。なるほど。生徒さんがね、お腹痛いとかでトイレ行く分には当然ご自身のものなので、私たちがなってしまったりすると生徒さんにその分時間って返しようがなくなっちゃったりするので、結構その辺がやっぱりね、イメージと違ったりするなっていうのもあるし、あとね、よく社長なんかも学生時代授業中寝てたでしょ？いや寝てないよね。寝てたか、ずっと寝てたかやっぱりね、うちらの場合だと、寝ちゃってたりすると当然起こさなきゃいけないし、寝てたら当然もうその授業ダメだよっていう。結構皆さんやっぱね、大学の延長線上とかで来られる方がやっぱり学生さん多いので、授業中こうちょっと飲み物飲みたいなとかってあると思うんですけど、もう学科の際もそういう飲食一切ダメだよっていう、結構やっぱそういうところは本当にすごいきっちりしてるなっていうのをちょっと思いましたね。じゃあ次の質問なんですけれども、教習所教官業界の風習とかあるある話なんかありますか？結構あるあるはやっぱ人の車とか乗った時に一緒に安全確認しちゃうとかあとはやっぱり危ねえと思った時、補助ブレーキもなんもないけど足が動いちゃった他はあとね、やっぱ生徒さんによく公務員と間違えられる。運転免許試験場とかにみんな行くと、警察官なんかっていうのと間違えられて「先生公務員なんでしょ?」とかよく言われること。ああ確かにね。だけどね、全然そんなんじゃなく、もう本当民間のサラリーマンなるほどなるほどやっぱりこう生徒、いろんな年代の人っているじゃん。若い人が多いイメージがあって、若い人も来るでしょ？結構ね、うちは若い人もいるし、若い人が来るとなんかないですか？そういうなんか若い人またそこ狙うれもダメだった。次の質問なんですけれども、教習所の組織体制とか役職とかってどういうふうになってるんですか？会社だと社長みたいなのが当然うちにもあるんですけど、教習所の場合だとそういう社長っていうのが教習所の設置者っていう扱いになっていくかなっていうところで、その下に当然取締役っているんだけど、そしてあとは教習所の一番上として教習所の管理者、よくは教習所の所長って言われるところかなというところだし、教習所の所長の下に副管理者、これも副所長って言われることがあって、うちの場合とかだとその後教習業務とか学科業務とか、そういった各種講習等に分かれてるので、それぞれ課長とか係長とか存在してるかなという形ですね。なるほどなるほど。どれぐらいまでの立場の人が現場で講習をやったり教習をやったりするの？大体どこもそうだと思うんだけど、やっぱり管理者、所長、副所長はもう中にいて、中の業務、それぞれ課長は現場で教習っていうのはやってるかなって。そうなんだ。で課長になるとそれ以外にこう管理業務的なこともさらにやってるっていう、そんな感じ。そうそう、それがついてくるかなっていう形で。じゃあ次の質問なんですけれども、休日とか休暇のしっかりと取れてるかっていうのをお聞かせいただけますか？うちはですね、もう結構年間休日が非常に多いかなというところで、一応年間114日が年間休日、年末年始以外年中無休で会社自体が動いてるので、基本的には毎日誰かしら休んでるっていう形になるんですけど、うちの場合だと3日働いて1日休みがこう順繰りきて、あとは有給休暇最低5日取る人もいれば、もうマックス20日扱っちゃうって人もいるし、比較的休みは取れてるかなっていうところですね。年末年始以外はもうずっとやってるってことはシフト制で組まれてるみたいな感じなの？そう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 、全部で4班に分かれてて順繰り順繰り来てるかなっていうところですね。例えば自分がどうしても急遽この日休みたいってなった時に、誰かと休みを交代できるみたいなこともあるの？あ、それはもうない。完全にもう有給使っちゃう。なるほどなるほど。繁忙期って話があったんだけど、教習所業界の繁忙期っていつになるの？一番の繁忙期はもう2月3月。みんな4月学校就職であるので、あとはやっぱり2月3月ってほとんど学校行ってなかったでしょ？いやいや行ってましたよ。皆さんどうしても就職とか進学までには取りたいかなって人が非常に多い。なるほど。